10弦スティック、チャップマンスティック、ブルーダー、フランク・オブ・バンド・サルタシオ・モーティス・スティックは、1970年代初頭に、アメリカのエメット・チャップマンによって発明された、電気楽器である。彼は1969年に生み出した、両手をフレットに対して、平行にして弾く、フリーハンズ、タッピング奏法のための新しい弦楽器を設計した。 スティックの最初のモデルは1974年に出荷された。ドラムスティックと区別するため、作者の名と合わせて、チャップマンスティックという呼ばれ方もする。表面的には、スティックはエレキギターの指板が幅広くなったような見た目で、8弦、10弦、12弦がラインナップされている。サイズは、幾分ギターの指板よりも長く、幅が広い。 通常のギターの片手でフレットを押さえ、もう片方の手で弦をつまびくという奏法と違い、フレットに対し、両手で弦を叩きつけて、音を出すため、他の弦楽器が一度に出せる音よりも、はるかに多くの音を一度に奏でることができる。このため、弦楽器よりも、鍵盤楽器と比較することができる。多様なメロディを一度に弾くことが可能で、多くのスティックプレイヤーは、低音、コード、 メロディーラインを同時に弾くことを習得している。一般的にチャップマンスティックはベルトフックとショルダーストラップで保持する。この楽器は角度を約30から40度にして構えることにより両手が自然で楽に指板に対応できる。楽器本体の材質は基本的には他の弦楽器と 同じく木製で楽器自体の強度を得るため非常に硬い紅葉樹など、ウリン、アイアンウッド等が採用され、1980年代にはエボニーやその他特殊な木材で作られていたものもある。1990年初頭には注入式素造法で作られたポリカーボネート樹脂製のものも現れた。近年では数多くの紅葉樹やその他竹などのオーガニック素材、また、 グラファイト、エポキシ樹脂、その他さらなるハイテク材料で製造されている。ギターやベースと比較すると、スティックのセットアップは指板に、ラウンドがほとんどなく、言い換えれば、わずかな曲面となっているギターと比べると非常に平坦である。ロングスケール、やや高いフレット、かなり低い弦のテンション、そしてとても感度の高いピックアップという、特殊なセットアップは、特に、 タッピングスタイルのために進化したものである。現在スティックのチューニングは、プレイヤーのアイディアにより多様化しているが、標準のチューニングは、5本のベース弦が5弦に向かうに、つれ高音となり、指板の真ん中に低音弦、そして5本のメロディー用弦が4弦に向かって、高音となり、また、指板の真ん中に低音弦となる。チューニングの構成は、プレイヤーのスタイルによって、 変えることができ、リード楽器として演奏する人は、より、メロディとベース進行を、はっきりと分け、全体的に高音に設定する。楽器全体を和音的に演奏する人は、ベース側とメロディ側をより親密に関連付け、低音に設定する。チューニングと呼ばれている、チャップマンスティックの弦、チューニングの構成は、完全に調律されたコードを、 はっきりと演奏したいと願うプレイヤーにとって有利である。典型的な運指法だけでボイシングの限界を見る。通常のギターと比較するとスティックのチューニングは一つのフレット位置で音程を4から5オクターブまで選択できることになる。この標準チューニングはさらに別の利点もある。楽器全体で終始一貫して非常に安定していて幾何学的、そして指で 演奏可能なパターンからなる西洋音楽にとって典型的な火星的音階構造は胃腸を容易にし、さらにはパッと見よりも楽器の習得を楽にさせる。また、ベース、メロディパートでは珍しいエキゾチックな音を作り出す微分音チューニングも可能。ガキ、スティックエンタープライゼスのウェブサイトには チューニングに関する詳細な情報がある。http://www.stick.com/.instruents/.tunings/. 標準出力は2チャンネル、trs1、4コネクターで、ベースとメロディの出力が分かれてついている。スティックは3種類のピックアップをラインナップしている。スティックアップ初期のスティックから搭載されている。 パッシブピックアップ。六角のレンチにより、各弦のバランスを調整することができる。アクトブに e m g 車精のシングルピックアップを使用し、それぞれのパートにボリュームコントロール、ハイカットトーンコントロールが用意されている。モノラルモードも搭載している。パスブ -4 ビレックス車精ピックアップが、各パートに2機ずつ搭載されている。 それぞれのパートにボリュームコントロール、ミッドレンジコントロール、4点のピックアップセレクタが用意されている。モノラルモードも搭載している。オプションでメロディパートとベースパートにそれぞれロラン GK-3 ピックアップを搭載することも可能で、ロラングレーン -20、またはアクソン・アックス -100 のようなギターシンセサイザーや別のミディ楽器を演奏することが可能である。 スティックは標準的なギターやベース用アンプにつないで良い効果を得られる。しかし、パッシブピックアップの非常に高いインピーダンスにより、しばしば、特にフルレンジのアンプシステムの場合には、プリアンプを要する場合もある。スティック奏者の中で、特に有名なのは、プログレッシブロックバンド、キングクリムゾンのベース奏者としてその名を馳せた、トニー・リー・ビンであろう。彼のスティックは、 単なるベースの代用にとどまらず、時には、第三のギターとして機能し、1980年代以降のキングクリムゾンのサウンドにおいて、重要な根幹の一部を担っていた。彼の他には、トレーガンラのスティック奏者が、キングクリムゾン及びその周辺にいる。クリムゾン人役以外で有名なところでは、君は、トゥーシャイのヒットで知られる、カジャグーグーのベース奏者。 ニック・ベッグスが知られる。フィフス・シングル、ライオンズ・マウスの PV では、リードボーカルを取りながら、スティックを自在に操る彼の姿が確認できる。また、日本人では、パール兄弟のバカボン鈴木・スズキ、ベース・ボール・ベアの関根・しおりなども使用している。これ以外には、ウェザー・リポートに在籍していたベース奏者、アルフォンソ・ジョンソン。 フランスのマグマに参加したこともあるベルナール・パガノッティ、およびヤニクトップ、それとマイク・オールド・フィールドのバンドで弾いていた、キャリー・メルボルンものスティックを使用している。現在、チャップマン・スティックには7つのモデルがある。弦の構成についてはいくつか書きで述べるが、現在の生産モデルは、物理的制約の範囲内であれば、いかなるチューニングでも可能。 ザスティックザスティックグランドスティックグランドスティックスティックベーススティックベース NS スティック NS スティック8弦ピック引きアルペジオスラップタッピング用のセットアップ34インチスケールスティック XG スティック XG r とスティックアルトスティックスティックギタースティックギター現在スティックグランドスティックスティックベースは36スケールとなっているが 過去に生産されていたモデルは34スケールだった。スティックエンタープライゼズ社はカスタムや限定の楽器も製造してきた。ザ・アコースティック・ザ・アコースティック、ボブ・カルバートソンのために作られたチャップマン・スティックのアコースティックバージョン。10ストリンググランド10弦グランドスティック、グランドスティックの指板がより幅広く10弦のもの。 スティック XBL スティック XBL バスラブ社によって作られた空洞の調律可能な複合材料を使用したスティックのプロトタイプ。これらのプロトタイプはわずかしか存在しない。スティックのモデルとは別とみなされているが、同じ原理のタッピング双方のギターとして、ウォーギターやコヤブボードが知られている。ありがとうございます。